こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画ではフリーランスの年収の実態について動画で解説をしていきたいと思います。フリーランスって実際儲かってるのかどうか、また自分の今いるポジションは全体的に見てどうなのか、皆さん気になりませんか？動画でしっかりと解説をしていきますので、本日の動画もよろしくお願いします。私はオンラインサロンの運営といろいろと SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しています。すべて情報はですね、概要欄のリンクにありますので、概要欄の方チェックの方よろしくお願いします。それでは早速本日の動画いってみましょう。それでは本日の動画、フリーランス独立したら儲かるのについて動画で解説をしていきます。本日の内容です。フリーランスの実態について、独立したら実際どうなの、儲かるのかどうかについて、ちょっとね、年収を比較して紹介をしていきたいと思います。まず1つ目、フリーランスの平均年収について解説をします。次に会社員の平均年収について紹介をしてから、年収1000万円の手取りの違い、要はフリーランスの1000万と会社員の1000万を比較して手取りがどれくらいか目安を紹介します。そして最後、ポイントとまとめ。本日はこのような流れで動画の方進んでいきますので、ぜひ最後までご覧になってください。次のスライドから早速フリーランスの平均年収について紹介をします。はい、フリーランスの平均年収についてなんですけど、こちらフリーランス協会というものがありまして、本日紹介するものはフリーランス白書2022というものから持ってきたものになります。こちらもう少し詳しく知りたい、詳細を見たいという方はリンク貼ってありますので、概要欄の方からクリックして飛んでみて確認ください。まずフリーランスの年収の実態なんですけど、このようになっています。まず200万円未満の方は全体の 20%、200万円から400万円未満は全体の 30% です。そして400から600万円未満の方も全体の約 20% ですので、この200万円から600万未満で全体のボリューム層の約7割を占めていることになります。もう少し見ていきましょう。600万から800万円以上の場合は約全体の 10%、 年収が800万から1000万円未満の方も同じように全体の1割となっています。そして一番皆様が気になるであろう年収1000万というね、目安、こちらなんとなく年収1000万というとですね、フリーランスの方も会社員の方もですね、目標値にしたり、なんとなくね、年収1000万あればいいのになと思いがちな、分かりやすい、一番ね、分かりやすい年収になっておりますけど、こちらフリーランス協会によりますと、年収1000万以上が約1割となっております。こちら年収1000万以上のもう少しね、詳しい中身あるんですけど、今回動画ではね、1000万以上1割というふうに止めさせていただきます。そしてここの平均年収のこのね、割合、今紹介したんですけど、注意するべき点が1点あります。このフリーランスの中にはですね、もちろん起業して、要はフリーランスとなって1年目という方も中に入っております。やはりどうしてもですね、起業して1年目というのはなかなかね、利益が出なかったり稼ぎが出なかったりっていう時期ですので、こういった方々も入ってるってことを念頭に置いてください。さらにですね、この中には副業組もカウントされています。要は自営業1本ではなくて、会社員と副業しながらっていう方も入ってますので、全体的にですね、この1年目の方と副業組が入っていることで、ちょっと年収の方がね、控えめになっているというふうに考えていいかと思います。そしてこの年収1000万以上がね、1割しかいない、多いと思うのか少ないと思うのかは各自の価値観になるかと思います。こういった数字を見るとね、分かりやすいと思います。今ご自身がいるところがどこのポジションなのか、そしてやはりボリューム層としてはここですよね、200万円未満から年収600万未満の方で7割を占めるっていうふうになっていますので、この事実しっかりと押さえておきましょう。では次にですね、会社員の平均年収はどうなのかについてスライドで紹介をします。はい、平均年収、こちら会社員の方になります。こちらはですね、どういったところからデータが出てるかと言いますと、国税庁からですね、民間給与実態統計調査というデータがあります。こちらもですね、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。この国税庁の民間給与の実態統計調査によりますと、会社員の方の平均給与というのは約450万円となっております。こちら細かい数字はね、あの
丸くして紹介しておりますのでご了承ください。ではこの男女別の平均給与について見ていきましょう。男性の場合は約550万円というふうに紹介してありました。女性の平均年収は約300万円というふうにデータが出ています。では給与の場合ですね、会社員で給与の場合は年収1000万以上がどれだけいるかというと 5% というふうにデータが出ております。ですので1000万円以上給与としてもらっている方を調査してみると全体の 5% しかいないということになります。では今のデータを踏まえて次に手取り額について比較をしてみましょう。はい、フリーランスの手取りについてです。こちらフリーランスの目安ということで、注意しないといけないのは絶対こういう計算になるというわけではなくてですね、目安ということを頭に置いてください。要は人それぞれ条件が違ったりとかですね、扶養の人数が変わってきたり、また節税対策として している項目っていうのは人それぞれになって、数字がね結局税金というのはそこで変わってきますので、目安として聞いてください。まずフリーランスの方の年収1000万円の手取りですね。この場合1000万というのはですね、売上から経費を引いた後の金額、所得のことだと考えてください。所得、要は年収が、会社員で言うと分かりやすいよね、ちょっと年収っていう風に揃えてますけど、正式な言い方ではないのでご注意ください。年収1000万円、要はね売上から経費を引いた残りが1000万円の手取りの場合考えてみましょう。だいたいですね、約665万円が手取りに残るという計算になります。こちら先ほど言ったようにね、目安になりますのでお気をつけください。では一体どういったものが引かれてくるのか。まず所得税です。約110万円というふうにね今回はカウントしました。こちら先ほどから言っているように個人差ありますのでお気をつけください。次、住民税です。約90万円程度引かれるということになります。そして国民健康保険、こちらもですね約80万円とありますけど、自治体によってですね計算方法が変わったりとかでしますので、まあここもそれぞれ個人差多少あるっていうふうに思ってください。そして国民年金ですね、こちらは年間1人につき約20万円がかかります。夫婦でいる場合はですね2人分というふうになって増えていきますので、この辺もまたね変わってきますが、今回は1人分年間だいたい約20万円なので約20万円で計算をしてあります。そして3位ですね、自営業フリーランスの方はですね事業税がかかる方がいらっしゃいます。こちら事業税は約35万円ということでね、事業税の方も業種によってパーセンテージが変わりますし、事業税かかる人かからない人っていますので、こちらの方気になるなって方は過去に事業税の動画作ってますので、こちらの方を参考にしていただければと思います。今回はまあサンプル例として約35万円事業税を払っているという計算で紹介をしています。ですので1000万円からこれらのものを引くとですね、まあ、手取りがだいたい665万円、まあ、660万円前後になるというふうにイメージをしておいていただけると、目安として自分がもし1000万円程度稼いだらどうなるのかというイメージができるんじゃないでしょうか。そして今回は考慮しませんでしたが、これに消費税がプラスオン、まあ、消費税の申告をして消費税があるっていう方もいますし、今後今年10月からインボイス制度が導入されますので、そうなるとね消費税があるっていう方が増えてくる、まあ、増加するっていうふうに予想されておりますので、今回の場合は消費税に関しては計算を入れてないってことだけ理解の方お願いします。この年収1000万円フリーランスの目安を見ますと、手取りがだいたい660万円程度残るということで、それを月額で割るとだいたい約ですね55万円程度ということになります。月55万円程度から、またそこからですね借入金を支払ったり生活費に充てたりというふうにあるので、そのあたりをね考慮するとですね、住宅ローン控除払ってるって方もいらっしゃると思いますので、1000万円稼いだ時の残りの手取りプラス、こっからさらに生活費や住宅ローンを払ってる方、まあ自分の自宅の家賃を払ってる方、そちらの方を考慮して一体どれぐらい余裕があるのかっていうのを考えてみていただけるといいかと思います。では次のスライドでは逆に会社員の目安について計算方法を紹介します。はい、手取りについて今回は前回のスライドと変わって会社員の目安となります。こちらもですね先ほどから言っているように目安になりますのでご注意ください。人それぞれで変わってきますし、また今回ボーナスや賞与は考慮して考えておりません。ボーナスや賞与を考慮して計算しますとまた変わってきますので、そこら辺はご理解お願いします。では会社員の目安いってみましょう。年収1000万円の手取りは残りはいくらになるかというと、約730
30万円が手残りとして残る計算になります。順番に見ていきましょう。基本的にフリーランスの方とルールは変わらないんですけど、多少やっぱね違うところがあります。まず所得税です。所得税は会社員もフリーランスの方、自営業の方も同じように同じ税率がかかります。その代わりですね、会社員の方は源泉徴収をされている、要は給料で天引きをしているっていうことがポイント、大きな違いになります。大体約85万円、こちらのね個人差がありますのでご注意ください。そして住民税の方が約65万円。そして社会保険料ですね。この社会保険料はフリーランスの方でいうと国民健康保険と国民年金のところに該当します。全く一緒イコールではないので注意してほしいんですけど、会社員の場合はですね、この社会保険料が会社と折半をしてくれてるんですね。実は会社が半分負担してくれます。そして半分をご自分が負担するってことになりますので、その半分の負担が約120万円という風になります。皆さん一度ね給与の明細書を覗いてみていただくと、必ずですねこのように所得税が引かれており、その他住民税が引かれて社会保険という欄があるかと思いますので、その社会保険というのはそういったもの内容になる、そして会社が半分負担してくれてるよっていう風にイメージして明細書をぜひ一度見てみてください。そしてこれらのね、まあ、所得税、住民税や社会保険を引いておくと手取りが大体1000万円、会社員の方ですと730万円ぐらいが残るっていう風なシミュレーションになっています。こちら730万円手取りということはですね、月で割ると大体月収としてですね60万円という風な計算になると思います。そしてこちら先ほどのフリーランスの方と大きな違いがこの点になります。個人事業税や消費税はない風になりますので、会社員の方は事業をしているわけではないので個人事業税というのはありません。また消費税というのは普段の買い物をするときには消費税はかかるんですけども、この自分のこの会社員の給与に対してですね消費税がかかるとか、会社からもらった給与に対して消費税の申告をしてね消費税を納めなければいけないということはないので、消費税はなしというふうになります。ここが比較的大きなフリーランスと会社員との違いかもしれません。まあフリーランスと会社員というのは今紹介したようにちょっと基本的ルールが違う面がありますので、一概に同じ1000万だからということで比較できるってわけじゃないんですけども、目安としてね、あこれぐらいなんだなっていうのが理解していただければいいのではないでしょうか。さあ皆様比較してどうだったでしょうか。どんな感想を抱いたでしょうか。次のスライドでちょっとね注意点やまとめ、まあポイントについて紹介をします。はい、比較ポイントなんですけども、皆さん意外と自営業フリーランス始めるとですね売上を見てしまう場合ケースが多いんですね。この売上金額で会社員時代の給与と比較するということはあまりお勧めしません。例えば先ほど言ったように年収1000万だとしても売上はねもっとあるはずなんですよ。売上から経費を引いたものが先ほど言ったね年収所得っていうふうに紹介をしておりますので、売上が例えば3000万あって所得が1000万だとするとですね、売上3000万円で会社員時代の給与より良くなったとかね3倍になったとかいう風に考えると、ちょっとねそれは危険な考え方なのでご注意ください。そして個人事業はねフリーランスの方は経費が一定ではないっていう点も考慮しなければなりません。毎年ねだいたい経費っていうのはこれぐらいかかるなっていうような目安金額は出るんですけども、例えば自営業フリーランスの方ですと機械を購入したり車の購入をしたりとですね経費が一定ではないという現実があるんですね。もちろん次の何かの投資のために経費が一時的に増えるっていう時もありますし、例えば今年は外注費がかさんだっていうようなねこともあり、経費が一定ではないのでちょっとねこの目安っていうのがねそのあたりも考慮して会社員時代と比較するとか会社員とフリーランスの方比較しないといけないことになります。この経費が一定ではないというのが注意点になります。そしてもう一つなんですけど、節税対策次第でフリーランスの方は手取りをアップすることができます。この節税対策メイン主なものに何があるかと言いますと、今ね順番に紹介をしていきます。青色申告による特別控除というものを使ったりですね、また小規模企業共済という自分の自営業の方がですね退職金が出ないので退職金を老後に向けてですね積み立てていくっていうものや、また聞いたことあると思いますけどイデコや国民年金基金の加入などなどいろいろと節税対策の方法があります。これらの節税対策をすることによって手取りをねアップさせることができますので、やはりこう一概に会社員の年収とやはりフリーランスの年収っていうのが同じ条件でね同じように比較できるっていうことはなかなか難しいということになります。とはいえ先ほど紹介した2つの1000万円の手取り目安としてはね参考になるのではないでしょうか。
この節税対策に関してはですね、過去に節税ベスト5ということで動画作ってますので、ぜひこちらの方を見ていただけると理解が深まると思います。はい、本日のまとめです。独立すればね、イコール稼げるというわけではないこと、皆さん今日の動画見ていただいた通り分かったと思います。フリーランスの一番のね、ボリューム差というのは、年収がですね、0から600万円で約 70% を占めるということが分かったと思います。そして先ほど言ったように、フリーランスにはですね、副業のみも入ってるっていうふうに紹介しましたけども、事業のみ、要は1本に絞っている本業のみの方にすると、ちょっとね、ベースが上がりまして、400から600万円層が多いボリューム層となります。こちらね、紹介最後にしておきます。じゃあ、法人はどうなってるんだ？自営業じゃなくて法人化すればですね、ビジネスも大きくなるし、儲かるんじゃないかということで、法人は実際にどうなってるかと言いますと、法人の方はですね、こちらもね、データが出てるんですけど、法人の方から決算がね、税務署に提出するので、そこでデータが取れるんですけど、法人の方は赤字申告の会社が圧倒的に多くてですね、なんと約6割超が赤字申告で提出をされているという現実問題があります。もちろん法人の方はですね、赤字を引き継げる期間が自営業よりも長いですので、そういった点でね、過去の赤字をずっと引き継いでるがゆえに、単年度で言えば黒字なんだけども、結果赤字申告になってるっていう層もこの6割超の中に入ってますので、この6割超というのはさすがにね、全員が本当に純粋な赤字申告かってわけではないんですけども、データ上は赤字申告の提出している会社というのは6割超というデータになっております。まあ、どちらにしてでもですね、今スライドで紹介して分かったように、独立しても会社員だとしてもですね、なかなか稼ぐのは大変で、年収1000万以上という方はですね、まあ、全体の、まあ、会社員の場合は 5%、 自営業の場合は1割程度というふうになっておりますので、まあ、どちらにしても大変だということがね、分かったんじゃないでしょうか。またご自分のね、稼ぎが今どの辺の程度、どのポジションなのかっていうのね、気になる方はこちらにおいてですね、自分が今どこのポジションにいるのかっていうのが分かって確かめることができたんではないでしょうか。はい、私はオンラインサロンを運営しております。オンライン上に税理士を味方につけるということでですね、メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で質問や相談をいつでもすることができます。ちょっと気になるね、聞きたいことやググってみたけど答えが出てこなかったみたいな場合に皆さんうまく利用をしております。こちら Facebook の非公開グループで運営をしていて、そのオンライン上に文章で質問をしていただいて、私が直接その質問に対して、私がね、直接コメントを返すっていうスタイルで運営をしております。また2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。こちら2ヶ月に一遍程度の開催なんですけども、異業種交流ができるとか、誰かのね、質問が自分も思ってたことということで非常に参考になるし楽しかったという感想を多数いただいていて好評です。そして3つ目のメリットはですね、私がビジネスに関する情報、経理税金の最新情報を平日毎日文章で記事にして投稿をしていってますので、そちらを全部過去のものも全て読めるということが3つ目のメリットになります。ぜひ税理士川南のオンラインサロン検討してみてください。詳細はですね、概要欄のリンクから飛べるようになってますので、入会の方ぜひお待ちしております。はい、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。またですね、高評価ボタンとコメントをいただけると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。他の SNS もやっております。他の SNS は YouTube とはまた違った情報を上げてますので、ぜひフォローしてみてください。特にですね、ビジネス自営業してる方、忙しいという方多いと思いますので、耳から学べるボイシーながら聞きができるということで今非常に進めております。そして冒頭に紹介したように、私はビジネス書を2冊出版しております。インボイス Q&A ブックということで、30分でスパッとわかる、図解多めのわかりやすいインボイス制度の本出してますので、宝島社さんから出ておりますので、ぜひよろしくお願いします。またもう1冊の方はですね、経理税金 Q&A ということで、経理税金確定申告節税、とにかくフリーランスに必要な情報を1冊にギュッとまとめた内容になっておりますので、こちらの方バイブル本としてね、皆さん参考になったという Amazon の星の評価も高くですね、ぜひね、コメント参考にして買うかどうか迷っている方は読んでいただけると嬉しいです。もちろん両方とも Amazon Kindle 版両方出しておりますので、ぜひチェックしてみてください。こちらの方もですね、各 SNS も概要欄に URL ありますので飛べるようになってます。はい、それでは動画いつも見てくださっている方ありがとうございます。さて、インボイス制度がですね、あと約90日程度、まあ令和5年の10月からいよいよスタートするということで、90日程度になってきました。皆さん準備の方は
大丈夫でしょうか。他インボイス制度に関する動画私たくさん出してますので、事業フリーランスの方がね、しまったとかね、知らなくて損したとか、スタートしてみて困ったっていうことがないようにもう一生懸命出してますので、ぜひそちらの動画チェックしてください。また自営業フリーランスの方にですね、役立つ情報、役立つ動画を出していきますので、引き続きよろしくお願いします。自営業専門税理士川南でした。またの YouTube 動画でお会いしましょう。それではまた。